スペインのサッカーで基本と言われている方向付けのトラップ、マークを外す動き、このテクニックを練習していきます。何気ないようだけども、もしこれをみんなが知っててやるとなかなかボール奪われない。デスマルケで大事なのは常に動き回ることじゃなくて、一番いいタイミングで動き出すこと。